そしたら、今から八坂寺のご紹介を簡単にさせていただきます。ここの橋が、極楽橋と言います。で、この天井絵見てもらうと、これは阿弥陀さんが中心におられるんですが、25菩薩の来迎図、いわゆる静止観音菩薩という菩薩さんを両脇に従えて、阿弥陀さんが天女さん、いわゆる音楽を、天界の音楽ですよね、を奏でながらこう浄土にこう導いてくださっている姿というのが、この阿弥陀さんの25菩薩の来迎図、簡単に言えばそういうことですね。はい、では境内の紹介。うちの猫ちゃんたち、ここを見ていただいたら宝鏡院塔というふうに言います。これは説明書きがここにあるんですけども、鎌倉時代に、建立された宝鏡院塔です。いわゆる写経塔のダラニ経というのを収めた供養塔がいわゆる宝鏡院塔と言いますね。はい、そのお寺の隆盛を表した建立物というふうになります。でこのお寺は、うちのお寺は修験道のお寺と言いましたけれども、熊野の鎮守さんをお祭りした跡地になりますね。ですので、うちの正面の階段というのはすごく急な階段なんですよね。いわゆる、これでも1メートルほど拡張したんですけど、もっと急な階段やったんですね。要するに宮階段になります。この階段を登った灯籠のすぐそばに、お宮が、鎮守を祀ってた熊野のお宮が建っていたというふうに言われてます。この階段だけはしっかりとまだ残ってますね。はい、お寺はお寺なんです。熊野の鎮守さんをお祭りしていた、昔は神仏集合やったですから、そういって、神さんと仏さん、神さんでいうのは熊野権現の分類を移してきて、ここへ納められて祀ってきたということですよね。その名残というか、まだ今でもしっかりとお祭りをさせていただいています。ここが当山の大師堂になります。ちょっと一つ面白いものがあるんですけど、ちょっとお堂の中なんでちょっと見ていただきたいのは、先ほどから言ってます通り、うち修験堂でしょ。で、ホラ貝、天界の声としてホラ貝がありますが、これホラ貝、これね、本物じゃないです。実はグラスファイバーで作っているホラ貝、それにお口をつけて、紐を通して、本来山伏さんが手に持ってね、ボーッと鳴らしている、立てている、ホラ貝、これ偽物ですけど、せっかくいただきましたんで、ご奉納させていただいております。でね、こちらに神輿があるんですよ。これには何を指すかというと、五兵衛という不動明さんをかたどった紙の仏さんがあるんですけど、その五兵衛をこの縄のところにこう突き刺してですね、4月の毎年の大祭の時に信者さんに担いでもらって、お練りを毎年しています。これハリセンボンみたいになります。五兵衛がわーっと突き刺していくと、それをおみこしとして、お運びをさせていただいている。ここが閻魔堂になりますね。中央に閻魔さんをお祭りさせていただいてて、
左隣に地獄の道、そして、右隣に極楽の道としてお祭りをさせていただいております。基本的に閻魔堂というのはうちの場合はお遍路さんもお唱えしているこちらにある十全会という言葉、不摂生、不中等、不邪淫、不妄語、不季語、不惑、不良舌、不謙遁、不真偽、不邪見という言葉ですけれども、真空異、まあ、真密、苦密、異密、体から行う悪、口から出る、出てしまう悪、そして、心から出てしまう悪、そういったものを、まあ、簡単に言うと良い習慣を身につけるためにこれを見ていただいた上で、自分と照らし合わせてみて地獄の道へ入っていただく、地獄の道へ入っていただいて、そこで六道、地獄、餓鬼、畜生、修羅、人、天という六道があるんですけども、その六道を見ていただいて、あ、自分というのは人として生まれてきて、人に対して社会に対して生まれてきたことの感謝というのを持っているかどうかというのを生きているうちに確認してもらいましょうということで、この閻魔堂を建てて、そして極楽の道、地獄の道、極楽の道というのをちょっと作らせていただいて、だからこの中には地獄絵図が描かれています。ここが当山の御本堂になります。で、御本堂さんは阿弥陀如来さんになります。先ほど下の方で簡単に極楽浄土の仏さんっていうふうに言ったんですけども、この御本堂さん、うちが修験道のお寺で、熊野の信仰を持った熊野本宮の本事仏っていうのが八幡大菩薩というんですけど、それが阿弥陀さんのことを指しています。その阿弥陀さんの八幡大菩薩さんの分霊をこちらに移してきて、御本尊を建てた、三尺90センチの一体仏の座像の阿弥陀さんのお姿になります。まあ、うちは秘仏になっているので、50年に1回の御開帳、次は2036年の御開帳になりますけれども、まあ簡単に言うと極楽浄土の仏さん、要するに阿弥陀さんが48の誓願を立てて、修行の皆さん方を極楽浄土に導いてくださる仏さんっていうのが阿弥陀如来さん、簡単に言えばそういうことになります。ですので、ちょっと御本尊さんは見ることはできません。御開帳されてないので、大変申し訳ないんですが、これ八坂寺の護摩木です。真願成就というふうに書いてますけども、まあ厄除けの祈願をしたり、釜を拝を願っての家内安全の祈願を願ったり、あるいは商売繁盛を願ったり、これはサンスクリット語で甘満と言いますね。お不動産を表しています。この裏にお名前を、願う主の名前を書いていただく。ここへ願い事をこちらに書いていただく、願意、ね、そしてお名前を書いてもらいます。そしてこれをパキッとですね、これがストラップになっている、でこのストラップになっているものを自分の肌身として持ってもらう、そういうごまぎです。これは、ここが毎年4月29日に開催されてます斎藤ごま日渡り修行の道場です。で、正面におられるのが中央が奥道さん、
だいたい4メートルほどの尊像ですね、はい、その両脇に聖鷹金柄童子という仏さんを祀っています、はい、その前がこれが道場の中心になります、はい、この真ん中に、ヒノキの檀木とヒバの葉を追いかさって、その中で、火を起こして、そして、まあ、その時はあの大義士と言いますけど、私が主法をさせてもらって、この中に仏さんをお迎えをするんです、うん、そこであの斎藤のでカショウ三昧なので、そのお迎えしたご本尊さんの火の中を渡る行をさせていただいてます。段を崩してですね、火を再度起こして、うん、そして火の上をこう渡らせていただく、うん、でたくさんの方参拝に来られるんですけども、火伏せというふうに、火伏せという火を納めて、ご本尊さんをお迎えしているまま、一般の方もこちらの方に来ていただいて、順次あの心願成就を願いながら渡っていただくという行事をここでさせていただいています。はい、でね、ここに御手綱ってあるんですよ。うちはこの、ね、救いの御手綱っていうふうにしてるんですけど、こういったストラップになっているものにあのお願い事を書いてもらって、おのおのが心願成就を願って、お不動さんが持たれている宝剣ですよね、うん、宝剣の中にこう刺していただいて、そしてこれを握ることによって、成就を願うということで、この綱がお不動さんのご宝剣の手に結ばれています、うん、はい、ここがうちの熊野十二社権現堂です。うちのお寺はもう新しい建物ばっかりなんですけど、ここのお堂が一番古いですね。まあ江戸時代の建物になりますね、はい、でこの中に、十二社権現、まあ、ご神像ですね、いわゆる神の像をお祭りをさせていただいている、うん、その神の像をお祭りされているのがこの裏手になります。ここが十二社権現のお宮です。しっかりと神仏をお祭りして、神さん仏さんを拝ませていただいてます。この中にご神像を、神の像ですね、男の像だとかね、女の造形だとか、うん、そういったものを神様として、まあ、その仏さんも鎌倉時代に作られた、その八坂寺の修験の流星を表した一角のご神像をこの中にお祭りをさせていただいているということです。これね、八坂不動尊の御尊体です。いわゆる御幣といいまして、神を追っていってですね、これをお不動産の形にしている、うん、で皆さん方渡っていただくときにこれを胸に持って諸願成就を祈ってもらうという御幣でございます。これはね、お清めの塩、うん、そのおごまを炊いた残った炭をですね、お塩と混ぜて作ったお清めのお塩ですね。じゃけんご本尊さんをお迎えしたあとすぐに作っているお清め塩です。でおごまを炊いたらすごい火なんですけど、これおごまの木が残るんですよね、うん、うちは強運念珠なんて言ってますけど、残った木を使ってですね、これヒノキなんですけど、腕念珠、こういうのを作っていただいて、こういうのをお守りとして持ってもらってますね、うん、あと閻魔堂ってあったと思うんですけど、うん、このお札っていうのがどなたかが亡くなった時にダミーに伏してもらうんですけど、本来はそういうことじゃなくて、このお守りを手にすることで自分自身がお遍路さんが唱えている十全戒ですよね、うん、そういったお心をちょっと
整理をしていく、特にこのコロナ禍ですからね、こういった心の整理をしてね、社会に対して人に対して向き合いなさいよっていう戒めのお守りみたいなもんですよね、こういうのも置いてます、うちは。